こんばんは、ヒューヤです。では、スカイリム VR 続きやっていきましょう。なんとか、あそこの大きな町に行ってみたいなと思うんですけども、今度はなんだ？人がいる。ペラジア農園。こんにちは。ああ、それはもう大丈夫。助けはいらないわ。狩猟の女神アエラ。え？どうしたの？助けは。その通りよ。でも真の戦士なら巨人と戦う機会を楽しんだはず。はあ。だから盾の兄弟と一緒にここにいるのよ。あ、そういうことね。盾の兄弟って何？よそ者ね。同胞団のことは初耳。はい。戦士としての秩序よ。はい。私たちは名誉ある兄弟姉妹なの。はいはいはい。問題を解決するために来たのよ。十分なゴールドがもらえるならね。はあ。え、仲間に入れて。私には決められない。ジョルバスクルにいるコドラク・ホワイトメインに聞くのね。あのじいさん、人を見る目があるの。あなたの目を見ればどんな価値があるか見抜くわ。本当？彼のところに行くことね。幸運を祈るわ。分かった、ありがとう。同胞団のリーダーと話す。地名があれだから、わ、これ巨人、これを倒したんだね。すげえな。ていうか巨人がこのとこ出るんだ。それが怖いっすわ。まだ絶対勝てないけどね。じゃがいも取ったら怒られちゃうかな。あ、あそこはあっちから行ってもよかったのかな。あの人たちは別に農園と関係ないのね。どうもー、こんにちは。何？何かお困り？道とか。何かお困り？あそこ行きたいんだけど。道。何？あそこに行くのどうやるの？忙しいんだね。失礼しました。何か用？お仕事中ですもんね。ここは、あれなのね、閉めてらっしゃるのね。うわ、すっごい引き方してんな。風車小屋、グラインダー、グラインダーっていうのこれ。ざっくりグラインダー、まあそういう意味だったらグラインダーなんだろうけど、あの粉引きな、粉引きマシーンみたいなやつでしょ。あれ、あの人ずっとここぐるぐるしてる感じ。どうしよっかな。どっちから行けばいいんだろう。こんにちは。ヘラジア農園を所有しているんだ。町の壁のすぐ外にある。あ、それね。ニムルエルにはとても世話になっているんだ。じゃがいもを売りたい。キャベツを売りたい。じゃがいもを売りたい。実直な仕事にはふさわしい報酬を。はい。どういうこと？借り入れ？
めちゃめちゃ売りたい。実直な仕事にはふさわしい報酬を。カルロッタのお店で品物を買うといいよ。ほとんど農園で作ったものだからね。それはそこで買ってまたあなたに売ってみたいなやつ。得すんのはまあいいや。しかもこれジャガイモとキャベツ俺から買ったってことは、あの人そこの農園で取れたものじゃないものを売ってるってこと？それともあそこで農作業の手伝いをしろってことだったのかな。まあいいか。お、ホワイトラン、この看板が向こうの看板には取れてたのかな。こっちから進めばいいってこと。こんにちは。乗ってかい。馬車を雇いたい。どこに行きたい。あー、連れてってくれるんだ。ウィンターホールド、ウィンターホールドってそこじゃなかったっけ。ウィンドヘルムだっけここって。 また今度ね。いいとも。じゃあホワイトラン。そうだな。この町は同胞団の本拠になっている。うん、彼らの酒場ジョルバスクルはこの町で一番古い建物なんだ。はあ。それからグレイメイン家とバトルボーン家は犬猿の仲だ。彼らに関わるときには気をつけた方がいい。なるほどね。あとは町の連中に聞くといい。手始めにバナードメアの亭主か城の姿勢を当たるのがいいだろう。なるほど。ありがとう。じゃあね、また今度お世話になるよ。じゃあね。へー、馬屋。こんにちは。えい、あれ、はい、こんにちは。スカイリムで最も速い馬だ。マジで？軍馬が必要なんだろ。うん、売って。いいだろう。ゴールドがあるなら蔵のついているやつを持っていけ。いくら？1000ゴールド。それで手を打とう。その蔵のついているやつだよ。やったね。力強く乗れ。おう、ありがとう。これ？お、俺の馬。よし、じゃあ行こう。うん。で、どうやってこれ降りんの？ん？どうやって降りんの？よし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 。君はそこにいてくれたらあれなのかな。いまいち馬の飼い方かもわかんないけど。こんにちは。馬が欲しいのか。それなら父さんと話すといい。スカルバーって名だ。もう買っちゃった。いいでしょう。よしよし。名前ないの？そしたらね、ファルコン。俺の飼ってるトリケラトプスの名前だよ。よし。おお、こんにちは。あれ、こんにちは。この戦争はクラングレイメーンとの不和くらい愚かだわ。はあ。
仕事に戻るわね。はい、どうも。すごいな。街はドラゴンどもの接近により閉鎖中だ。そうなんだ。以外では通せない。マジか。説得。ヘルゲンからドラゴンの攻撃について報告がある。ちょっとドラゴンに攻撃された。だが念のため監視をつけさせてもらうぞ。本当？お、ハルコンここに止めていい？よしよしよし。じゃあちょっと待ってな。馬術とかあんのかな。おお、こんにちは。悪党どもなら相手にできるが、ドラゴンとな、世界はどうなってしまったんだ。どうなったんだろうな。ちょっと俺もこの辺よくわかんないから。おお、何とも思っていないようなら私が相手になるぞ。いや別に喧嘩売ってないって。俺、そうだ、俺白ディールから来たんだ。いくら高野が金は払う。だが帝国軍兵士にはもっと剣が必要だ。はあ、私だけじゃそんな規模の注文には応じられないわ。頑固なプライドを捨ててエオルンド・グレイメーンに助けを求めたらどう？誰？ウルフリック・ストームクロークにひざまずく方がマシだ。それにグレイメーンは帝国軍のために剣を作ったりしない。お好きにどうぞ、私がやるわ。でも奇跡は期待しないで。グレイメーンか、バトルボーンか。何が？何だって？耳に石でも詰まってるのか？どっちが分かって聞いてるんだ。グレイメーンか、バトルボーンか。全然意味分かんないです。新参者か。ホワイトランは2つの派閥に分かれていて、どちらも古く尊重されている。ああ。違いは、グレイメーンは帝国に背いたが、俺たちバトルボーンは未だ忠誠を誓っているってとこだ。もう一度聞くぞ。グレイメーンかバトルボーンか。え、今決めろと？無理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 。どっちも分かんない。遅かれ早かれ、みんなどっちかを選ばなきゃならないんだ。帝国に栄光あれ。派閥とかあんま好きくないし俺。ドランケンブンツマン。あ、一番古い建物だっけ。ちょっとお話を。こんにちは。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。中にもたくさんあるわ。はあ、ははあ、ホワイトランキっての鍛冶屋は私じゃなくてエオルンド・グレイメーンよ。彼の刀は伝説的よ。私はチャンスさえもらえればそれで十分なの。へえ、ずいぶん謙虚な感じで。ホワイトランについて何か知ってます？いろいろとね。そうでしょうね。ここは比較的豊かだと思うわ。ちゃんと働けば食べるのに困る人はほとんどいないし。はあ、町はドラゴンズリーチの市長が支配してる。あれが要塞よ。ほら、あの高い丘の上。どれ？こっから、あれか。ちょっと見にくい。
あのジョルバスクルの方が気になるでしょうね。あ、ジョルバスクル。戦いでの彼らの行動力と勇気は伝説的よ。おお。一日中働いてらっしゃるんですか。ええ、エオルンド・グレイメーンくらい有名になりたければそのくらいやらないとね。うん。実は最高の作品が仕上がったところなの。ほう。剣よ、市長の偉大なるバルグルーフのために作ったの。頼まれたわけじゃないから受け取ってもらえるかはわからないわ。でも、何も聞いて、この剣を父のプロベンタス・アベニッチに渡してほしいの。市長の執政よ。父ならいつ渡せばいいかわかるはず。はあ、わかった。悪いよ、ね、これでも俺なら渡せるの。何か必要なものがあったら店の中も見ていってちょうだい。うん、とりあえず今は大丈夫かな。うん、美人さんだね。美人さんですね。はあ、酔いどれハンツマン。え、ここじゃなくない。ここ同胞団いらっしゃるとこじゃないでしょう。どうもこんにちは。やあ友よ、市場へは狩猟用品を買いに。なんか仕事探しに来たんだね。ああ、その質問はよくされるよ。何こういう。蜂蜜酒を飲みすぎたある晩、兄弟のアノリアスと考えついた名前だ。飲んだ後、月夜の狩りに出かけた。そしてはぐれてしまった後、酔っていたあいつに鹿と間違われたんだ。やばくね。あいつの放った矢は俺の尻に当たった。そんな忘れられない出来事の後、店の名前にしようと決めたんだ。マジか。え、それであれが飾ってあんの。皮肉だね。仕事はあります。バナードメアにある宿屋の主人だ。はいはいはい。道沿いに少し進み、市場のすぐそば。はあ。ドラゴンズリーチも当たってみるといい。最近いろいろ起きてるから、市長か執政が人手を必要としてるかもしれない。はあ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 。逆に言えばそこに執政の方いらっしゃる、あのお父さんいらっしゃるんだね。分かった。取引していただき本当に感謝します。こちらこそありがとう。そっか。お、こんにちは。剣と影、静寂と死、それが私の芸術よ。うん。程よい料金で素晴らしい作品を仕上げてみせるわ。あなたは傭兵なんですか。職人よ。人生というキャンバスに血の赤で絵を描くのが仕事。でもそうね、お金をもらってあなたの味方として戦ってもいいわ。本当に。結局のところ見てくれる人が誰も生き残らなかったら、芸術品を作る価値なんてどこにあるっていうの。はあ、500か。ちょっとまた今度ね。もし気が変わったらここにいるから探してね。分かった。常に影の中を行きなさい。敵に見つかる前に敵を見つけられるように。ありがとう。ちょっとまた一回りしてから。あなたは。こんにちは。オルフリッドは偉大なるバトルボーン族の支援者だ。あ、その名はよく知っているだろう。よくわかんないけど、さっきなんか言ってたね。野蛮で生皮をまとい、斧を引きずってる連中だ。なぜご自慢のご先祖様同様に洞窟へ住んでいないのか不思議なくらいだ。ドワーフなん。確かにビグナー・グレイメーンとその仲間たちはホワイトランド・フルガモだ。うん。最も名誉ある一族でもある。
それに異論はない、うん、祖先を誇ることとむやみに過去にこだわることは別物だ。奴らの言う名誉と伝統は私に言わせればただの無知だ。まあよくわかんないけどね、俺には。ではちょっと、時間あれなんで、今回ここまでにしましょうか。続きこの人とのお話からするかと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ひよえでした。バイバイ。